オル,オルガス博の埋葬、オルガス博の埋葬、オルガス博の埋葬は、スペインルネサンス期のギリシャ人画家のエル・グレコが1586年から1588年にかけて描いた絵画。トレドのサントトメ教会の所蔵で、グレコの最高傑作と言われている。非常に大きな作品で、画面上は展開と現世に明確に上下分割されている。この絵画は、その死後に、 伯爵位を受釈された、ドレド出身のオルガス首長ドン・ゴンサロ・ルイスが1312年に死去した時の伝説を題材としている。オルガス白ルイスは、新人深い特使家で、正義感に満ちた騎士であり、グレコの教会区教会でもあったサントトメ教会の拡張、内装のために、多額の遺産を残した。伝説によればルイスが埋葬される時に、聖ステファノと聖アウグスティヌスが、 天国からくるめく降臨し、早々に参列していた人々の目の前で、手図から、ルイスを埋葬したと言われている。この絵画は、サントトメ教会の聖母マリア礼拝堂のために、教会主催であったアンドレスヌニエスの依頼により1586年から1588年にかけて描かれた。完成した1588年には早くも、評判となり、 多くの人々がこの絵画のためにオルガスを訪れるようになる。しかしながら、当時の評判の高さは、トレドの著名な人物たちがこの絵に生き生きと描写されいったことによるものだった。また、その土地の有力者で上流階級の人々にとって、同じような階級のものが葬られている墓所を訪れることは当然のことで、慣習とも言えることでもあった。グレコは、 自分と自分の芸術を高く評価した聖職者、法学者、詩人、学者たちをこの作品に描き、普及の存在にすることによって、心からの敬意を表したと考えられている。ルイスの墓所の改装計画も進めたヌニエスも、この絵の右端の祈祷文を読んでいる人物として描かれている。この作品はその芸術性だけではなく、当時のトレドで、 最も社会的に著名だった人々の荷を現在に伝えているという点においても高く賞賛されてきた。グレコが稀に見る非常に優れた肖像画家であるという評価をもたらしている絵画でもある。オルガス博の埋葬の構図は明白にに分割することができる。展開を表す画面上部は渦を巻いた氷のような雲で抽象的に表現され、 天界の聖人たちが大きく幻想的に描かれているのに対し、現世を表す画面下部に描かれている人々はすべて通常の大きさで写実的に描かれている。これら分割された天界と現世とが散列している人々、人々の動作や仕草、松明、十字架などの表現効果により混然となって一つの画面を構成しているのである。現世にあたる 画面下部には聖人による奇跡が顕現した場面が描かれ、展開にあたる画面上部には正義のヒトルイスの魂を天国へ迎えるために雲が二つに分かれたところが描かれている。画面の最上部中央のイエス・キレストは光り輝く白い衣を身にまとい、左下の聖母マリアと右下のバプテスマのヨハネトで形作られた三角形の頂点として描写されている。この イエスを中心に、マリア、ヨハネで表す三角形の構図は、聖教会における、ビサンティ様式の遺コによく見られる、伝統的な構図でもある。天界の栄光の象徴たるこの三人は、首都、殉教者、聖書における王。この中には、当時まだ存命だったスペイン王フェリペニセイの姿も、あるや聖人たちに囲まれて、画面中央に描かれている。 画面下部中央の黄金とシンクの調位を身につけた聖アングスティヌスと聖ステファノは周囲の黄色や赤色を反射してきらめく壮麗な甲冑に包まれた白尺の亡きを丁重に抱きかかえるように描かれている。二人の聖人を指さす画面左下の少年はグレコの息子のホルヘマヌエルと言われ、ポケットに見えるハンカチーフにはグレコの本名であるドメニコステオトコプーロスの署名。 ルグレコはギリシャ人を表す通称で、グレコは作品に本名で署名していると、ホルヘマヌエルの青年である1578年という文字を見ることができる。総例に参列している十六世紀当時の服装を身につけた人々は、間違いなく当時のトレドで著名だった人々である。その他にも、展開には、聖ペテロ、聖トマス、モーゼなどが描かれているとされ、現世に、 聖ステファノの顔の上に描かれている正面を見ている人物は画家のグレコ自身であるとも言われている。この作品は驚くほど豊富な色が使用されており、印象的で光にあふれた色彩が見事に調和している。三列車が着用している黒の模服には金色の飾りが施され、そのことによってこの三列車たちが極度なまでに儀礼的な存在として表現されている。 画面上部の展開は主に変光色と増下色、がか,かった灰色の透明感ある色彩が使われ、金色に近いオード色との調和を見せており、その一方で、聖母マリアが身につけている深い青色が鮮やかな赤色と一体となって浮かび上がっている。このきらめく光と動きの表現手法が、この情景を躍動感あふれるものに仕上げている。オルガス白の埋葬はグレコが、 独自の作風で描いた最初の作品とみなされている。この作品にはそれまでの彼の海外に見られたローマ風、ベネツィア風の様式、モチーフの影響は見られず、グレコは自身の作品から他者の影響を払拭することに成功したと言われている。ここに地面はなく、地平線も空も背景もない。故にこの絵に不調和は存在せず、 超自然的な情景を見事なまでに表現することができたのである。グレコの研究で知られる美術史屋のハロルド・ウェゼーは画面上部の超自然的な展開の描写、画面下部の印象的な群像肖像の対比がこの驚くべき天才画家の芸術の一面を表していると述べている。さらにウェゼーはエル・グレコの表現手法の特徴がこれ以上明確に表現されている作品はにはない。 この絵画の前に立った時にはっきりとそのことが理解できるとも主張している。この絵画の構成はビサンティン美術の遺恨の題材である聖母秘翔典アサンプション・オブ・ザ・バジンと密接に関係しているとする見解がある。この見解を裏付ける例として1983年にギリシアのシロス島の教会で発見されたグレコがクレタ島在住の1567年以前に 描いたテンペラ画の聖母マリアエーミン、ドーマティネブザ・バジンのイコンが挙げられており、美術史やのマリーナラ・アンブラキー・コール・プラーカはこの絵画とイコンとの間に関連性があると確信している。他にも、ロバート・バイロンが聖母、マリアのエーミンというイコンの伝統的モチーフが、オルガス博の埋葬の画面構成のモデルであると考え、エルグレコは、 真のビザンティン派画家であり、彼の芸術における物語性や、呪述表現などは、その生涯を通じて、ビザンティン様式芸術からの構成、モチーフの影響を受けていると断言している。一方、ウェゼーは、この作品の構成が、ビザンティン美術の題材、聖母、マリアのエミンから派生したものであるという主張を、説得力がない、この絵画は、 初期イタリアルネサンス様式と密接に関連している、として否定している。ウェゼーは反証として、絵画全面に押し込むように多くの人々を描く、ことによって、空間の深みを表現した、初期フィレンツェ派マニエリストのロッソ・フィオレンテイの、ヤコポーダ・ポントルも、パルミジャニーノの名前を挙げている。さらにルネサンス期のベネツィア派を代表する画家、ティントレットが描いた、キリストの卓形、クルセフィクション。 ラザロの復活、レスレクションオブラーツアルスの2枚の絵画を例示し、ラザロの復活では、奇跡の権限をその背後で一列になって、目にしている人々という構成上の類似を指摘した。また、二人の聖人を泣き柄に鏡込ませるように描く、楕円形の構図は、他の、どの絵画よりもキツヤーノが、キリストの埋葬をテーマにして描いた初期の絵画群に、非常によく似ているとしていい。 ランブラキーイコールプラーカは、オルガス博の埋葬は、グレコの画家としてのキャリアにおける歴史的な作品だと、している。この絵画はグレコが、自身の芸術、知識、技術、想像力、表現力を凝縮して、人々に提示している作品である。彼の芸術すべてを表す、百科事典とも言える作品であり、今後も永遠に絶えることなく名作であり続けるだろう。 一方で画家の同時代人たちは他の要素に着目していた。1588年の参次会員、アロンソでビリ映画によるフロス・サンクトルムや、その20年後のフランシスコ・デピソの記したところによと、同時代のある一つの社会の公的人物が集まったことである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。